さて、今日はですね、スラムで髪を切るという企画です。今日は表参道とか、代官山のサロンで髪を切ってきたプロの、ヘアデザイナーの方にですね、ヘアデザイナーの通称リッキーに、私の友人なんですけれども、リッキーと一緒にこのスラムで、スラムのね、子供たちや大人、みんなのですね、髪をカットしようというボランティアで、無料でですね、ヘアカットをしようという企画です。で、用意された場所がここです。ここで切りますが、やはりプロの方はですね、本当に表参道とか代官山とは全く違う環境ですけど、彼は全く問題ないということで、早速始めていきましょう。Wait for the machine. My daddy is shouting. क्या बोल रहे हो? ओह नो 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 さて、これで3人目なんですけども、デザイナーのヘアデザイナーのリッキー君がインドの独特なまた美的センスがあるんで、今までやってきたスタイルとはやっぱ全然違うんでね、そこら辺も合わせていかなければいけない状況です。基本インド人の人たちは周り完全にバリカンで買って上だけ残すっていうスタイルが多いですね。ちっちゃい子供、お母さんに切ってもらえって言われて座らされてるんですけど、めちゃくちゃ不安そうな顔してます。ちょっと4人切らせてもらったんですけど、やっぱすごい文化でやりがいがめちゃくちゃありますね。最高です。次のお客さんです。次回のお客さんです。さて、スラムで髪を切る、無事に終わりました。リキ、お疲れ様。お疲れ様です。初めてのスラムでのカットはいかがでしたか？充実感がすごいね。なんか僕らも事前にもちろん伝えてたんですけど、やりますよって。でも向こうも当然何も用意してない感じで、でもなんか廃墟みたいなところ急遽なんか用意されて、ね、そこで切ったんですけど、いや、かなり雰囲気あるところでしたね。なんかまあ表面見れば汚いですけど、なんかその明かりとかもなんかこう、なんていうのかな、で天井がぽっかり開いてるところから光が差してたりとか、で
スラム感がありましたね。でやっぱ最初はちょっとあのインドの猫たちもあのどんな感じで切られるんだろうっていうちょっと心配もあったのか、ちょっと兄貴分みたいな子たちが最初切らなくて、ちっちゃい子に先に切らせて、その後自分たちがね順番を競い合いながらなんかあの切る感じになりましたけど、もう隣のブロックのスラムのおばちゃんとかおばあちゃんも来て、うちの息子を切ってみたいな言ってきたりとかね、とにかく反響がすごかったです。結構インド人って本当にあの目先の利益というかね、あのやっぱお金でのやり取りっていうのはもう、まあ、当たり前なんで、本当にお金いいのって言ってくる、確認何度もしてくるお母さんもいましたし、うん、とにかく喜んでもらえてよかったですね。ということで、お腹空いたんでね、一仕事終わって美味しいビーフカレーをいただきたいと思います。お疲れ様でした、リッキー。